じゃあ明日への扉ぜひぜひ皆さんお時間ありましたら、聞いていってくださったらなと思います。よろしくお願いします。では
今日はもうちょっと何回か歌ってるんですけども、ミーシャさんの愛の形という楽曲を歌おうかなと思います。ぜひ皆さんお時間ありましたら前とかもすごい聞きやすい状態になってます。もしお時間あったらぜひあと 2,3 曲聴いていただけたらなと思います。よろしくお願いします。変わらない景色の中
優しさであふれるようにでした。聞いてくださりありがとうございます。すみません、あの看板を、ね、出すの忘れてましてね、名前がわからないですよね。夢と言います。よろしくお願いします。あの私あと数曲歌うんですけども、あの皆さんすごい後ろで聞いてくださってる方多いと思うんですけど、めちゃくちゃ前がら空きでございます。よかったら皆さん、あのシャイじゃない方はぜひ前でね、あのたくさん音楽を楽しんでいただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いしますね。ではもう一曲、もう一曲ちょっとカバー曲を歌おうかなと思います。では、
私。何がいいかな。あ、前に来てくださった。ありがとうございます。お兄さん、なんか聞きたい歌あります？前に来たらリクエストも答えれますよ。どうですか、皆さん。なんとお得なね。ね。何がいいとかあります？特に。なん、歌える範囲で。ドライフラワー OK です。待ってました。ハードル上がる、どうしよう。ドライフラワーね、OK です。では皆さん、お兄さんね、リクエストくださったお兄さんに拍手。おお、あったか、よかった、よかった、あったかかった、よかった。私じゃなくていいね。余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばっかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた。きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたんだ、今日のことを笑ってくれるかな。理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。声も顔も不器用なとこも全部全部嫌い。君じゃなくてよかった。もう泣かされることもないし、私ばかりなんて言葉もなくなった。あんなに悲しい別れでも、時間が経てば忘れてく。新しい人と並ぶ君は、ちゃんとうまくやれているのかな。もう顔も痛くない、してこないでほしい。都合がいいのは変わってないんだね。でも無視できずにまた少し返事。声も顔も不器用なとこも、多分今も嫌いしない。私もどうかしている。暗闇に色彩が浮かぶ。赤き藍色が胸の奥、ずっとあなたの名前を呼ぶ。好きという気持ちも高まる。声も顔も不器用なとこも、全部全部大嫌いだよ。まだ枯れない花を君に添え
クさん立ち止まって聞いてくださりありがとうございます。ゆりさんでドライフラワーでした。お兄さんリクエストありがとうございます。温かい嬉しいですね。ありがとうございます。改めましてこんばんは。はじめまして、22歳シンガーソングライターをやっております夢と言います。ぜひぜひあと数曲歌います。ぜひ皆さん真ん中とかね、あの展示ブロックだけ避けてね、ちょっとあの聞いていただけるとねすごい嬉しいです。よろしくお願いします。ではレオ、ショーケースの中過ごしてた。誰も彼もが過ぎ去っていた。怖かったんだあの日君に連れられるまでは。僕と同じの小さな手転げ回りくすぐり合う僕ら、こんなに君のこと好きになってた。どんな時でもそばにいて君が言う名前、あれを名前呼んでよ。君が付けてくれた名前だから、嬉しい時も悲しい時もそばにいると決めた大事な人を。君が大きくなるほどに僕との時間は減るが、通り遠くに君の友達同士仕方がないような。最近つけるその香水、鼻の利く僕にとっては辛いや。今日も帰りは遅くなるんだろうか。君がいない部屋、夢を見るあの日の名前はレオ、名前呼んでよ。君がつけてくれた名前だから、寂しいけれど悲しいけれど、そばにいると決めた大事な人。君が誰かと暮らすことを伝えに帰ってきた夜に、慣れてくれたね、きっとお別れだね、最後にさ会えたからね、幸せだよ。私のちょっとね、あのシンガーソングライターという、名を名乗っているぐらいですので、あの私がいつもね作詞作曲してるオリジナル曲を全曲ね、あのオリジナル曲作詞作曲を鼻歌から作ってるんですよ。私楽器1個も弾けないんですけど、鼻歌から作詞作曲をさせていただいてます。そんな、オリジナル曲の中から1曲皆さんにちょっと聴いていただこうかなと思います。ではなんかね、あのいつも合同でやってるんですけど、あの帰ってしまったんですかね、あのちょっとワンマンライブ状態になってるんですけども、皆さんもしよかったらこの後、チラシどこ行った、あれチラシがない、なんでや、あった
チラシ1枚だけでも最後ね手に取って帰っていただけたらなと思います。そしてチラシ全然いらないよって方は SNS だけでもねぜひフォローしていただけるとすごく嬉しいです。では、オリジナル曲聴いてください。雨をイメージしながら作った失恋ソングになってます。この曲はミュージックビデオ、YouTube に載ってたりとか、ぜひぜひ気になったらサブスク、Apple Music、LINE Music にも出てるので、もしよかったら聴いてください。レイニー。知りたくないことまでなぜ人は知ろうとするの。離れる時が来ることも予測してたはずなのに、忘れなきゃと思えば思うほど過ごした時間たどって、ふと見上げれば気持ち映す空模様、たび携帯気にして話す姿に毎回心が少し痛むけど、同じ傘触れる方と優しさに嬉しくてまた何も言えないままで、探してしまう探してしまうよ、もう。
くださりありがとうございます。この曲は私のオリジナル曲、作詞と曲したオリジナル曲、レイニーという楽曲でした。一旦、こうやってね、たくさん集まってくださってるので、一旦ね、皆様に今あるチラシを1枚でも多くね、よかったら、チラシ1枚だけでも持って帰っていただけたらなと思います。一旦ね、このレイニーが入った10曲入りのフルアルバムを今日2500円で数量限定で持ってきてます。もし気になった方、ぜひぜひ声かけてください。では、一旦休憩しますので、もしよかったら、私ちょっとこっちから前にチラシをね、お配りすることができなくて、皆さんがよかったら一歩一歩と進んできてくださったら、めっちゃチラシを渡ししやすいです。よかったらチラシ1枚だけでももらってきてください。ありがとうございました。夢でした。では、お姉さんリクエストありがとうございます。健康的な朝だな、こんな時に君の愛してるが聞きたいや。少し浮いた前髪もすべて心地いいさ。それに割れてしまった目玉焼き、ついてないな。バランスをとっても溢れちゃうや。少し辛くて少し酸っぱくて甘ったるかったりさ。とりあえず今日はわけでもないからさ、捨てらずにいるよ。今日は日が落ちる頃に会えるの。完璧な男になって惹かれないと、君が笑ってたから悔しいや。腐るほどに話したいことたくさんあるのにな、寂しいさ。結局のところ君はさ、どうしたいの。マジで僕に愛される気あんの。しずくが落ちてるの、窓際窓際お気に入りの花。とりあえず今日は部屋の明かり早めに消してさ、どうでもいい夢を見よう。明日は二人で過ごしたいな。だんだんセンチになるだけだ。僕は愛がなんだとか言うわけでもないけど、ただ切ないと言えばキリがないくらいなんだもやだ。ろうそく焚いてばかでかいケーキがあっても、君が食いつくわけでもないだろう。情けないずるいことばかりを一番で。愛を伝えたいだとか臭いことばっか考えて待ってても、だんだんソファに沈んでいくだけの空間。明日いい男になるわけでもないからさ、捨てらずにいるよ。今日は日が落ちる頃に会えるの。お姉さんリクエストありがとうございます。あいみょんさんで愛を伝えたいだとかリクエストありがとうございます。10時でございます。ありがとうございます。改めましてシンガーソングライターの夢と言います。フライヤーがなんとなくなってしまったので、ちょっとね、よかったらツイッターとかインスタとかこちらを見ながら、SNS フォローしていただけたらなと思います。今日撮っていただいた動画などもね、ぜひ、ツイッター、インスタやってますので、一緒にたくさんお手伝いしていただけたらなと思います。ありがとうございます。まあ、そろそろいい時間にはなってきましたね。ね、まだなんかリクエストあるよって方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ気軽にね、声をかけていただけたらなと思うんですけども、リクエストないですかね。あなたがいることで、
ぜひ皆さんのリクエストがありましたらね、気軽にね。で、明日もあのお仕事の方もいらっしゃると思いますので、あと何曲か歌って、今日は終わりにしようと思います。私は2023年から上京することになりまして、今活動拠点が大阪なんですけども、東京の方に活動拠点を移して、上京することになりました。そんな中で、上京するまでに、まだまだ大阪で、私の音楽を知らない方に、たくさん音楽をしていただきたいなと思って、今日も本気で歌いに行きました。もしよかったら、お時間がありましたら、一曲聴いていってください。どんな言葉で今あなたに伝えられるだろう。不器用な僕だけどちゃんとあなたに届くよ。明日が見えなくなって信じることが怖くなって過去を悔やんでは責めたりもしたけれど僕を愛し続けてくれた人僕らまたここで
がとうございます。ウルさんであなたがいることででした。たくさん立ち止まって聞いてくださりありがとうございます。残り数曲ですかね。あと2、あと1、2曲ですかね。どうだろう。どう思いますか、皆さん。いいんじゃないですかと。じゃあ、せっかくなので、ラララララソング。皆さんあと2曲になります。皆さん手拍子いただけますか。まだいいけど OK。 回れ回れメリコンランド、もう決して止まらないように、動き出したメロディー、ラララララララソング。土砂降りの午後を待って、街に飛び出そう、心に降る雨に傘をくれた君と、マピラと横向いて、本音は終わらない、でもそのままでいい、お互い様だから、めぐり会えた奇跡が、涙の色を変えた、息が止まるくらいの甘い口づけをしようよ、一言さ、とびきりの今は、勇気をくれた君に、照れてる場合じゃないから、言葉よりも本気な、ラララララララさ。知らぬしてた小さな欠片を、隙間なく抱き寄せ、肌で確かめ合う、宇宙の見えない夜、構わない君が見える、回れ回れメリーゴーラン、もう決して止まらないように、動き出したメロディー、ラララララララブソー、止めどなく楽しくて、やるせないほど切なくて、そんな朝に生まれる僕なりのラブソー、ため息の前にここにおいでよ、息が止まるくらいの甘い口づけをしようよ、一言もいらないさ、とびきりの今は、勇気をくれた君に、照れてる場合じゃないから、言葉よりも本気な、ラララララララブソング。たくさん立ち止まって聞いてくださりありがとうございます。ラララララブソングという楽曲でした。ありがとうございます。皆さん手拍子もありがとうございます。では皆さん、本日ラスト、あと1曲歌って今日は終わりにしようかなと思います。先ほども何回もお伝えさせていただいてるんですけども、私は今活動拠点が大阪なんですけども、2023年から本気でメジャーデビューを目指すため、東京の方に活動拠点を置くことにしました。残り数ヶ月
ですが、まだまだ地元の大阪でこうやってまだまだ私の音楽を知らない方に、たくさん音楽を届けたい、そんな気持ちで今日も本気で歌いに来ました。ちょっとフライヤーがね、あのチラシをいつもお配りしてるんですけど、この後ちょっとねチラシが今日、持ってる分がなくなってしまって、ちょっとね、あのまさかこんなにたくさん見ていただけると思ってなかったので、あの本当にチラシが、ね、ないんですけども、 SNS もしよかったら、最後に、フォローだけでもして帰っていただけたらなと思います。では、シンガーソングライターと名乗っているぐらいなので、あの私は曲を鼻歌から作詞作曲を小学校からずっとやってます。楽器なんか全く弾けないんですけども、鼻歌から、作った楽曲たちが今日、形となってアルバム10曲入りのフルアルバムとして今日、2500円で持ってきてます。数量限定なので、ちょっとね、あのもしよかったら気になったなと思ってくださった方がいらっしゃいましたら、ぜひこの後ね、あの声かけていただけたらなと思います。では、最後になりますが、私のオリジナル曲を歌って終わろうと思います。では聴いてくださってありがとうございました。では最後、私の代表曲弱虫ドリーマーという楽曲を歌おうと思います。夢を持つ人って本当に素敵やなと思います。私も今夢に向かってゆっくりではありますが、みんなと一緒に歩いてる途中です。もし今日少しでもいいなと思ってくださったら、応援していただけたらすごく嬉しいです。そして夢を持ってる全ての方に背中を押せる曲が書きたいと思って書きました。聴いてください、弱虫ドリーマー。歩き続けたこの道が本当に正しいとか誰にもわからないからこそ不安が押し寄せるんだ。立ちはだかる壁はいつでも険しくて気づいたら泥だらけ。思い通りにはいかなくてまた涙あふれ出すけど、この手伸ばしてみれば掴めるはずと光くれたたくさんの言葉たち、なんとればその声に背中を押されここまで来た。だからこの夢まだ終わらせないよ。憧れ続けたあの背中、少しでも近づけたかな。子供の頃そんな風に誰かを追いかけてたら、この夢を語るたびが君の背中。
オリジナル曲弱虫ドリーマー、最後に歌って終了とさせていただきます。この後弱虫ドリーマーが入った10曲入りのフルアルバム、ぜひ2500円で今日持ってきてたりとか、本当に、フライヤーがちょっと、なくなってしまってお配りできないんですけども、ぜひぜひ CD もし気に入っていただけたら手に取って帰っていただけると嬉しいです。以上夢でした。ありがとうございました。そして、少しだけお話しさせてください。私は2023年に、東京に活動拠点を移して、今この、ね、地元大阪を、少し離れます。そして上京するんですけども、その上京、しようと思ったのも本当にこうやって毎回路上ライブをする、ライブハウスやります、ライブやりますってなった時に本当に目の前にたくさんのお客さんがいて、みんなが背中を押してくれるからこそ決断できた、前向きな決断ができたんですけども、本当に上京して必ずメジャーデビュー、そしてホールツアー、まだまだ皆さんを大きなステージに連れて行きたいと思ってます。まあコロナ前に路上をやってた方とかは多分今よりもっとたくさんの方が目の前にいて歌ってた、そんな先輩も、近くにいるのでやっぱり見てきたんですけども、私は、コロナ前にここを埋めてた先輩たちを必ず超えます。その先輩にも言ったんですけど、必ず超えますと。で、その上京するまであと数ヶ月しかないんですけども、何回路上できるか分かりませんが、本当に路上をやるたびにたくさん数が増えてって、本当に目の前にたくさんの人がいて、その中で歌を歌うことができるって本当に幸せなことだなと思ってます。もしよかったら、今日 SNS 書いたね、ボード今ここにあるんですけど、チラシがちょっともうなくなってしまったので、よかったら最後 SNS だけでもフォローしていただけたらと思います。そして今の時代なかなかね CD を、買おうってあんまり思う人っていないかもしれないんですけども、今日だけでも CD がねもう6枚7枚、売れてて、本当になんて言うんだろう、今携帯で音楽が聴ける時代なんですけども、本当に CD を買っていただけるってすごく幸せなことだなと思ってます。これを機にぜひYouTube だったり SNS での活動をすごく頑張ってるので、もしよかったら一緒に、拡散だったり今日撮っていただいた動画の、メンションだったりね広めていただけたらなと思います。それではすいません、長くなってしまったんですけども、これからもしよかったら応援していただけたらなと思います。上京まで残り数ヶ月ですが、まだまだ皆さんと、一緒に素敵な景色を見たいなと思います。上京しても大阪はね地元大阪は変わらないし、大阪めっちゃ好きなんで帰ってくるんで、ぜひまたね帰ってきて路上しますってなった時はぜひ会いに来てください。そしてまだまだ路上するんで、もしよかったら2回目3回目と会いに来ていただけたらなと思います。今日の路上これで終了します。夢でした。ありがとうございました。ありがとうございます。